こんにちは。双葉不動産原です。本日は、不動産の申し込みについて説明させていただきます。申し込みというのは、お客様が不動産業者で物件を見ていただいて気に入っていただいたときに物件を押さえる、確保するために行う行為です。で、申し込みというのは電話とか口頭で受け付けるのは基本的不動産屋しておりません。あくまでも書面で申し込みをいただきます。まず契約者、契約される方ですね、その方のお名前、住所、生年月日等、あと会社どちらにお勤めされてますとか年収とか、こっちはちょっと細かいことを聞かせていただきます。続いて入居者、誰が入りますかということですね。あと緊急連絡先の方、どういった方が緊急連絡先になってくれるか。で、最後連帯保証人、保証会社という制度もありますが、要は、契約を行って何かあった時に、連帯債務という債務が発生するんですが、そういった債務を行うと、ちゃん契約者と同じ義務を負う方を立てていただきます。その書類を全部書いていただいて、身分証明書等を提出していただいて初めて申し込みになりますので、その行為を確実に行わない限り物件を押さえることはできません。さらにその申し込み書を確実に管理会社に到着して受理しない限り押さえられません。ですので申し込みというのはそれだけ重要なことになりますので、こちらを探す上で頭の中に入れておくといいでしょう。